オイゲン・ワルミング、オイゲン・ワルミングはデンマークの植物学者である。生態学の分野に貢献した。デンマークは天海諸島のマンデ島に生殖者の息子に生まれた。1859年からコッペンハーゲン大学で自然科学を学んだ。1863年から1866年の間はデンマーク生まれでブラジルで暮らした。 博物学者のペーター・ビル・ヘルムルンドの女子として働き、ブラジルのサバンナを旅した。1897年にミュンヘン大学で植物学を学んだ後、ボン大学のヨハネス・フォン・ハンスタインの下で顕微鏡を使った植物解剖学を研究し、1871年に博士号を得た。1875年にコッペンハーゲン大学の非常勤教授となり、 1882年にスウェーデンのストックホルム大学の植物学の教授となった。1884年にデンマークの軍艦フィラ号による西グリーンランドの科学探検に参加した。他、多くの海外の調査に参加した。1888年にゲッティンゲン科学アカデミーの会員に選ばれた。1886年からコッペンハーゲン大学の植物学の教授。 コッペンハーゲン大学植物園の園長を務め1911年までその職にあった。植物生態学の基礎の構築に貢献し、植物生態地理学の体系を築いた。1895年の著書プランティス・アン・ファンドはドイツ語や英語に翻訳された。環境諸要因中、特に水分要因を重要視し、栄養方法や水分収支を加味した。 生活系の設定や、群落繊維に関する一般的な法則の発見などに貢献した。ワームは、植物の学名で命名者を示す場合に、オイゲン・ワルミングを示すのに使われる。ありがとうございます。